見えますね。さあ皆さん行ってきましたよ、着物サローネ。皆さんこんにちは、おしゃれ着物が着たい久美子です。はい、では着物サローネ、まず一番初めに伺ったのは極級着物のお買い得コーナーです。いつも言ってますが、いいものは早くなくなるんです。早く行かなきゃいけないんですけれども、私はいろいろな事情で、オープンから2時間後ぐらいにやっと行けることができました。まずは沼に浸かったお買い物風景をご覧ください。いや久美子さん、それ素敵よ。気になってらっしゃる。これかな。可愛い。そうね。長太郎の花柄の方が。うん。どっちかというと色的にはこれも合うんだけど、そう。そのピンクはもうバッチリ似合いすぎる。似合いすぎる。どうしようね。似合いすぎる。え、似合ってますよ。似合いすぎる。うん、もうめっちゃ可愛い。帯もちょっとおとなしめにしたりすれば、いや今の今日の帯でもマッチリいいしね。確かに。いやもう私あの坂本呉服店の回し物です。二人で。はい。いや絞り持ってないからこれ。うん、もうそれ行こう。行こう。それか、あとは久美子さん、そのピンクで決まり、そのくすみピンクで決まり。他にも選ばして。うん、いいよ。わかるわかる。これもちろんがいいか。うん、もちろん。え、こっちも長くて、うん、あの時期。あ、時期。年齢でも関係ない。可愛いから。その。うん。なんかこの秋口切りのタンポポだけど、確かにこの色的にちょっとね、寒い寒いし、うん、します。もうちょっとちょっとピンクめちゃ可愛い。そうかも。上太郎さんはまた今度考えます。可愛い。来年にも出てきてくれることを期待してましょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。やった。よかったね。ああ、純子先生こんにちは。取り合っちゃいます。後で来ます。これからお客さん行ってきます。はい、行ってらっしゃい。いらっしゃい。今日は何をお召しなんですか。今日はリサイクルで買ったなんかよくわけのわからないやつで、素材は大島に見えるんですけど、はい、ウールです。裏は可愛いですね。裏の。で、香りも同じくリサイクルでかっこよくで、はい、なんかの紡ぎです。あ、で、熱いけど脱がないのは、はい、こんなもののことがバレるからです。あ、そういうことあります。こんなものなんです。お脇開いてるんです。こんなものっぽくないですね。でもって船袖だしっていう。あ、なるほど。隠すために。すごい。米沢のやつだな。これ以外はみんな。これと襦袢か、襦袢があれだな、チーマさんのやつ。最高。帯とそれだけが高い。あと着物と羽織合わせて1000円です。安い。めっちゃ安い。半襟、半襟これ、あ、これはあれだな。あーとトントンさんの時に、トントンさんのプロデュース。エリハナさんに行った時に買ってきたやつ。へー。着物メインが一番安い。なるほど。着物ってそういうもんだよ ね。とにかく当日は着物の世界で有名な人がたくさんいらっしゃって、とっても華やかな空間でした。こちらは私が今回とても楽しみにしていた西陣180の今川織物さんのブースです。最近とっても今川さんの帯が気になるんですよ。いいなと思うと今川さんだったりするので、一度実際にね見てみたいなと思って、今回は楽しみにしていました。ブースでは今川さんとその奥様がいらっしゃって、奥様が私の相手をしてくださったんですけれども、私が気になる反物をどんどん出して見せてくださいました。今川さんの帯ってすごくカラフルだなと思っていたら、今川さん自身がお洋服が好きだそうで、着物も洋服みたいにカラフルにすればいいやんっていう感じで作品作りをされているそうです。綺麗ですね。はい、すごいでしょう。やっぱリサイクル着物から始めたから、やっぱり暗い着物が多くて、こういうの絶対ないですよね。で、まあ、うちだからこそ綺麗な色を使ってやっぱこういうのやってるんで、
もう光沢感とかがすごい綺麗に出るんでね。やっぱこれは何の柄なんでしょう。これはね、大使感動、違う、あの長半錦って言って、ライオンがねガオーって言ってる柄、別名獅子が噛むって書いて鹿みもんっていう。初めて聞いた。正倉院の柄。そうなんですか。正倉院の柄にライオンがいるんですか。いるんですね、獅子がね。あ、そっか、獅子か。そう、獅子。ライオンというか。獅子の獅子のイメージ。ああ、なるほど。リアル獅子見たことないんで。で、これもメーカーさんによってその解釈でいろんな獅子のデザイン。がある、原型はあるんですけどね。そういう面白い。綺麗な色。綺麗な色、これも。お召しなんだ。そう。もっとお召しって分厚いイメージだったけど、これは薄いですね。やっぱり、ね、いろいろあって、うち縦糸がめちゃめちゃ細いんで、はい、で縦糸本数も多いから、とてもすごいしなやか、薄くて丈夫。一重で来たらめちゃくちゃ気持ちいい。これ一重着て大丈夫ですか？これはちょっと今の季節にねぴったりですよね。ぴったりぴったり。素敵だ。ちょっとついにあるからね。だからこういう感じで顔色が綺麗に見えます。いいですね。かわいい。かわいい。こちらは N180 の安田さんのブースですね。安田さんはポップでキュートな感じのコーナーになってましたね。水玉が可愛いですよね。ワンちゃんプードル柄ですかね。これも可愛いなと思いました。こちらも着物界隈では有名な名護さんのお店です。名護さんってたまにびっくりするようなお値段でセールをするらしいですね。私ノーチェックだったので、次からしっかり YouTube を確認しようと思います。こちらは歌子堂製作所さんですね。可愛い帯留めとヘッドドレスのお店ですよ。あとバッグですね。バッグもとっても可愛いんですよね。こちらで私はヘッドドレスをちょっと試着させていただきました。ヘッドドレス最近やっぱり気になるんですよね。そうか、私あの下のふわふわのも気になってて。そう、メルヘン可愛いですね。でもね、あれも可愛いけどピンクも、普通にピンクもいいけど、でもどうせつけるならね、大人ピンク確かに可愛いね。つけるならあっちの可愛いの。どれさっきのあのさっきの緑、マシュマロみたいな。ああ緑のさっきの一番初めのミンク。え、それ可愛い。でも好きなの。いや、おすすめを。おい今日のお着物が、うん、渋め。そうね、悩むなぁ。つやかんないからね。ちょっと出ちゃうけど、黄金期、昨日みたいなのはつやつやな。ちょっとでもその紫色っぽいのね。これはどうなの。これはね、ここにカツラする人いるじゃないですか。あ、はい、あのここがちょっと寂しい人用の、はい、それのパーツなの。あ、だからとてもとても丈夫なんですよ。ちょっとごめんね。はい、ちょっと大きいかな。ちょっとね、はい、おしゃくみさんにはちょっと大きいです。はい、おしゃくみさんにはこれだった。はい、確かにこっちの方が今日の感じにはもうバッチリね。私来年のもう言っちゃうけど、目標をあのヘッドドレスを極めることにしようと思ってて、じゃあ来年買います。ちゃんとお金持ってきて、はい、イベントで。最後にもうちょっとこっちの方が無理なんだけど、あ、色がなんか紫系がどっちかっていいかなと思うんだけど。あ、紫好きだもん。そう、でもそれもちょっと合わせてもらっていいですか。紫と
相性いいからこのブルーは、うん、特に和装の紫色 ね、でもこれだったら青系の服とかでもいいですよね。そうそうそう、これこんな感じの、じゃあさっきの大きさがね違うから、でもなんかやっぱちょっとこれもやっぱあれぐらいがちょうどいいかも、さっきの、うん、その大きさぐらいが、これがね馴染むんです、うんうん、このフラットさが、あ、ね。そして今回どうしても体験したかったズラの試着です。そうです、あ、これはちょっと派手なやつですけども、全然もっとあの地味な黒いやつがあります。結構耳かぶりフィンガーウェーブ満足使いますよ、多分ね、頭の中でジャンプのあんまり、ミヤさんはあんまりこういうあれですよね、出かけて YouTube みたいな、似合うね、意外と話せますね、似合うね、意外と話せますね、なんかマダム、マダムになった、急にマダム、なんかマダムになった、こういう人いるよね、マダム、こういう人いるよね、マダム、すごいになってる、マダムになった、どうぞ立って、はい、ビーチ大正ロマン、そうそう、めっちゃいいんだけど、クラブのママさんっていうか、マダム感半端ない、あ、すごい大正ロマンみたいな、そうそう、大正ロマンの奥様、奥様って感じ。いいですね。今度からそういう路線で行こう。やってますよね。すごいいる、こういう人。すごい似合ってる。ただただにこっちが大きいなと思ったんで、こっちと思ったんですけども、これがめちゃくちゃ似合ってますね。すごいね。いるよね。かわいい。ありがとう。はい、すごい早くハマるんですけど。素敵。そうなんですよ。早いんですよ。帽子みたいな感じ。帽子みたいな。なんか変身できる感じ、いいですね。いわゆるシニアとか抱き合わせの夜会みたいなとかワンロールとか、まあ、いくつかパターンがあるので、例えば夜会とかも、まあ、ああいう方の形だとうちはあると見たことがあって大きく分けるんですけども、普段使いだからもキュッとしてくれたらキュッとします。例えば前髪とかも右分け左分けアップダウンとかは、その時でもう見ていただけば、こっち向け、はい、これなんかいいよね、それがいい、そっちの方が私は好き、これいいね、ちょっと、ちょっとね、なかなかちょっと楽しいね、変身やね、かわいいね、かわいいね、似合ってる、これもかわいい、アニメの、そうそうそう、確かにアニメっぽい、アニメっぽい、もうそれ買っちゃいなっていう、かわいらしいよね、かわいい、めっちゃ似合ってる、こっちの方が私は好き、あっちはレトロな感じやったけど、ちょっとレトロです、ちょっと息はあるんですけど、でもここにあったら、そうでもいい、そうでもいい、おしゃれです。ねえ、本当何にも似合いますね。めっちゃおしゃれだね。可愛い。可愛い。すごいね。つら似合うじゃん。何か見て似合う。後ろ。似合うやしね。そういうことやね。いい感じ。似合わないと言います。ありがとうございます。ちょっと外します。
色もいいですか。この色もいいですね。やっぱまあ止めたら下に。さっきの方が、うん、私もそう。これはあの次元を伸ばしたらこんなになるから、ほっとっても。あの髪型キープするの大変。これこれキープするの大変。こういう時だけ遊びで。真ん中に。本当なんか被っても似合いますね。その日のその日の気分ですね。これが。だからこっちがいい。さっきのあのピンクがいい。そうピンクがいい。ピンクがいい。もう髪も一層のことだから髪の毛もピンクでいこう。そう。昔ね、あのピンクにしたことあるんだよね。普通にカラーで。昔っていつ20代、20代独身の頃。そうそう、うん、ごめんなさい、おかげでまたので、はい、そこはい、もちろん、いやー、面白かったね。楽しいね。面白かったね。面白かった、なんか人の見て、なんか、ありがとうございます、はい、とんでもございません。映んなくていいんだけど、あれこれ喋ってるの私だとか、あれ本当4年ぶり、ね、見たかな私それ。揺らぎ寄り、そうそう、揺らぎ寄り、揺らぎ寄りね、あれ素敵でしたね。あでも俺のはもう現地でまたちょっと現地で、うん、なんか社長がもう管理でやってるチームだから、いっぱいできないので、作るよりも売れてる方が多いと。あらららら、これは嬉しいですね。作る方が早いかな。何を通り越したの？あ、もう欲しいものが一通り一巡した感じで。相当っていうほどでもないけど、一応一通り買ってみたんですよ。着物歴長いですよね。長いですよ、ね、あの最初の頃すごかったんですよ、沼が。今ちょうどね、その頃だからね、やっぱり。そうか、そうだね、じゃあまだまだだな。ダメだな、いいんじゃないかしら、まだ最初のね、2年ぐらい、はい、初めて着物着物こんにちは。ちょっとだけ見せてください。どうぞ。ちょっとと言わず。あ、羽衣面が目立たないこと。ああ、そうなんですか。あっちが目立っちゃって。あっちね、だって、うん、キラキラしてるし。帯屋さんですかって言われて。ああ、ね。帯屋でもないし、羽衣面でもないの。仕立て屋さんだし。確かに。実際全部襦袢なんですか。うん、洗える加工はこれはなってるけどこっちなってないから、うんうん、4400円で洗える加工代プラスなんだけど、洗える加工代は美術織物の金だけやから、そうですね、お仕立てが必要ですね。洗えるお仕立てね、自分で寝ればいいのにね。本当子さんなんでもできるから、いやー、ね、簡単で良ければって感じですよ、本当私は。まあ、自分で気に入ったらね、まあ、もう一個色違うから見たらいいじゃないですか。ゾウリがめっちゃ贅沢ですね。銀刺しのゾウリ。いいですね。ね、可愛らしいものがいっぱいある。グミロックさんかっこいいね。これ。あ、そうなんですか。これポンチョ？ポンチョだ。ねえ、これいくら？私ポンチョさ欲しいなと思ってたんだ。はい、というわけでもうね10分の1も紹介しきれてないんですけれども、本
当にお店もたくさんだし人もすごくて、もうね、これは百聞に一見にしかずという感じなので、ぜひ皆さんまた来年あると思うので遊びに行ってみてください。栗山工房の優子さんとジャックのしっぽさんともお写真撮っていただきました。そして初めてのズラ、めっちゃいいです。これ欲しくなっちゃいましたね。はい、駆け足で紹介させていただきました。また来年も楽しみにしたいと思います。まだ一度も行かれたことがない方はぜひ一度遊びに行ってみてください。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは着物に関する動画を毎週日曜日夜9時からプレミア公開で公開しています。また来週もお待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。